公認、上岸文化とは、日本史において、公認、上岸年間を中心とする、平安時代前期の文化。この期間を、公認、上岸時代という。なお、日本美術史では20世紀末頃から、公認、上岸時代という表記をあまり用いなくなり、平安時代前期と称することが多くなっている。監詩文集史書、史論説は衆議式書無老寺五十頭比英山。 遠暦寺や高野山根号宝寺など山中に寺院が建立されることが多くなり、飛鳥や平城系に建立された寺院と異なり自由な仮乱配置となっている。また、ひわだきの屋根も特徴。仏像は前代に流行した混同物、間室づくり、素像などが影をひそめて木造が主流となり、一木造で着衣が波打つ本葉式が特徴。 以下の仏像彫刻はすべて国宝に指定されている。密教絵画が多い。空海、佐賀天皇、立花の早成は三筆と称された。有力貴族は、指定の教育のため大学別荘という私的な寄宿施設を設け、後に大学寮の付属となった。大学別荘としては、和け広よ創立の公文院、藤原冬杉創立の官学院、 立花の勝子、立花の思考創立の学官員、有原の幸平創立の小学院の4つが有名。教科には、中国史や漢文学を学ぶ、紀伝道が成立し、法律を学ぶ、明暴道、儒学を学ぶ、明行道、数学を学ぶ三道と共に教えられた。一般庶民のための教育機関としては、空海が創立した手芸主治院があった。例えば、 山根雄造監修、日本美術史の P109 には、公認、上官という特定の年号でこの時代を代表させることは適切でないので、現在はあまり用いられないとある。ありがとうございます。